こんばんはです。ご機嫌いかが？え、ご機嫌なんかご機嫌は普通ご機嫌はこれぐらい、ご機嫌はねこれぐらいなんです。あ、そうそう、サマーパックが販売開始されました。なんか喉全然大丈夫。サマーパックが販売開始されまして、もしよろしければもうね買ってくださいっても言いません。もしよろしければゲットしてくださったら嬉しいなって思います。トムラコありがとうございます。ありがとう60日おめって、ありがとうね、嬉しい。お高いんでしょ？うん、高いねそう、高いんだありがとうね、60日おめってありがとうございます。そうなの、高いね、うん、正直言っちゃった音符ありがとう。私は見た時うっってなった。まあ、でもなんかね、ゲットした方ね、なんか申し込める方、申し込めなんか特別公演があるらしくて、それに申し込めるらしくて、そうそう、正直そう、めっちゃ正直に言っちゃう、うん、めっちゃ正直に言っちゃった今。ハートありがとう、60日おめありがとうございます。ハートありがとうね。そう、もーちゃん価値あり、え、じゃあゲットしてくれるんですかでもね、そうそう、購入した方の中からなんか特別公演にもしかしたら抽選で当たるかもっていうものになってるのでね、もしよろしければチェックしてくださると嬉しいなって思います。60日目ありがとうございます。桃が来た、ありがとう。トンブロックありがとう。うん、そうそう、来ましたよ今年もそうなので、なんかなんだっけ、何の話をしたっけ、何の話をしたっけ、忘れちゃった。あ、そうそうそう、見てくださった方はね分かると思うんですけど、ちょんまげしてます顔が大きいっての自覚してるはずなのに、ちょんまげしてます。うんうん、出ると思う、あの描き方的に。そうだから、もしももちゃんの踊ってる姿が見たい方はぜひね、応募してみてください。なんかね、髪の毛すいてないよ、全然全然毛量今も。そう、顔がね大きいのに、私はメイクさんにどんな髪型にしますかって言われて、あー、ちょんまげちょんまげとか言って、んちょんまげ、ちょんまげって言って、じゃあ横で花江さんがいたんですけど、花江さんが笑ってくださってちょんまげそう、ハートありがとね。そうそう、60日ありがとうございます。そう、顔が大きい、そう顔が大きいんですよ、顔が大きいからね、そうそうそう、ちょんまげは普通しないはずなんですけど、ちょんまげしちゃった。可愛かった、ありがとう、そうやって言ってくれて嬉しい。私が見た時、可愛くないかもって思ったけど、そうやって言ってくれて嬉しい。そんなことないよ、昨日みゆみゆさんがレッスン帰りに4期生3人と業態だなんていいなと思いました。どうもありがとうございます。
ハートありがとうございます。ドキッとするぐらい可愛かった、ありがとう、嬉しい、そうやって言ってくれてめっちゃ嬉しい、ありがとうね、そうやって言ってくれて、音符ありがとうございます。みゆみゆさん早く食事行きたいね。そうですね、呼ばれてないですよ。はい、早くマリナさんだけ、え、本当にそうなんですよ、マリナさんと早く行きたいです。マリナさん、マリナさん元気かな。音符ありがとうございます。サマーバッグのページ見ておもちゃが、ありがとうね、そうやって言ってくれて嬉しい、嬉しい、ほんまに優しいな、みんな、え、ほんまにありがとう、こんばんは、こんばんは、音符ありがとうございます。そうなの、待って、明日はごちゃがありますので、前髪彫刻、え、そうですか、本当ありがとうございます。今日はお母さんから仕送りが届きました、わーい、嬉しい、うん、たやきプリン、あ、そうなんですよ、皆さんおそらくなんですけど、たやきプリンスが多分1位に確定なので、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうね、本当に嬉しい、ほらありがとうございます、こんばんこんばん、ハートありがとう、そう多分ね1位、多分なんですけど1位で、ありがとうございます、本当にありがとう、ハートありがとうございます、そうそう嬉しいですね、おめでとう、ありがとう、ありがとうね、そうなので多分7月の中旬やったかなとかに、何やったっけ、ショールーム特別配信に多分出演させていただけるので、な、可愛いタイトルよな。こんにちは。そう、楽しみにしててください。前髪が、お楽しみにくださいませ。だから多分またありがたいことにアバターが配布されるのと、バナーが多分ショールーム開いた時に出てくるバナーみたいなやつに私が出てくると思うので、ほんまにありがとうございます、嬉しい、もっといろんな人に私のことを知っていただけたらなって思います。どんぶろくありがとう、ハートありがとう、バナー間違えた、バナーか、六年長めありがとうございます、どんぶろくありがとう、うん、来た、ありがとうございます、バラありがとうね、もしかしたら今日は配信短いかもです、ラジオトークも本日すいません、毎日したかったんですけど、多分ね、ヤンガちゃん、ヤンガの子たちが結構今配信っていうかラジオトークバーってしてると思うので、ラジオトークは今日はお休みさせていただきます。でも明日はしますね、そう、で明日何時にしよっかな、配信ありがとう、そうやってやってくれて嬉しい、優しいね、みんな、なんでそんな優しいんですか、こんばんは、こんばんは、うん、自分のペースでやっていきます。何をお休みするの、本日のねラジオトークを
お休みしよっかなって思ってます。そう、あ、そう、あとね、めっちゃね、今日あのメールの返信をね見てたらね、あのめっちゃみんなが心配してくれててなんかどのメールの返信開いてもね、なんか無理 しない、なんか無理してないですかみたいなやつが来てたんですけど、無理してないです本当に。なんかそう、もし見えてたら本当に逆に申し訳ない。そう、でも全然無理してないので、そ、もう本当にねご心配なくです。いや、タイトルもね、ほら、ありがとうございます。え、タイトルも普通に、あの普通のタイトルなんですよ。普通な、何でしたっけ私のタイトル、なんか暫定1位みたいな、ありがとうございますみたいな感じの普通のタイトルなんですけど、そう、なんかめっちゃねメールの返信見たらみんなが無理してないですかみたいな、なんか無理してるように見えますみたいな、そうって書いてくれてて、なんかもう申し訳なくて、それもう全然無理してない、もうみんなの方が無理してないですかほんまに全然大丈夫やのに、ほんまにありがとうってなりました。ハートありがとうございます。心配ない。え、ごめん、全然頑張って全然頑張ってないって言ったら、なんかえってなるけど、頑張りなさいよって、頑張りなさいよってなるけど、いやでもほん、まあ、頑張ってるっちゃ頑張ってるけど、頑張りすぎてるとか本当に無理してないので全然大丈夫。そう、ファンの方がね、そう、優しいんですよそう、ほんまに優しくて、みんな、そう、お母さんがね昨日もめっちゃ感動してましたね。そう、チャットには載せ、お母さんとのスクショ載っけたんですけどそう、なんかお母さんがもう、ももかのファンの方がいい人すぎて、後半たやき終了の3分前みたいな、なんか感動したみたいな文章が来た多分お母さんが感動したイコール泣いてるんですよね絶対にだから多分たやきイベントのイベント中に多分お母さん泣いてたそうなんですよ、たまに、そう、たまに来ますよ。そう、ももかのお母さんいつも見てます、配信。コメントとかアイテムはね投げないようにねって私は言ってるんですけど、ずっと見てます。お父さんも見てるんじゃないかな、たまにお姉ちゃんも見てるし、で私の親友ちゃんもたまーに見てる。私の親友ちゃんがたまーにね、うん、見てる見てる。あのお母さん、私のファンの方、こうやってコメントしてくださる方全員覚えてます、お母さんなんか兵庫とか帰った時に、あ、こんばんこんばんは、なんか兵庫とか帰った時に、なんかお母さんと車乗ってる時に、ナイナイさんとかナイナイさんとか言って、じゃあ、え、うん、そうそうそうとか言ってる。で、あーみたいな、ね、あの人ね、めっちゃね、よくね、もうかのことしてくださってね、もう本当にねって、え、ねーとか言って車に乗りながら二人で、ね、本当にそうよなーとか、お母さんと言ってる。でもお母さんほんまにめっちゃ、ほんまにね、みんなのこと覚えてますよ。お母さんが、え、何々さん、それとか、あ、でもお母さんはでも最近何々さん来てないですよねとかマジで言わんとってって言うもん来てないの言わんとって、悲しくなっちゃうから。そう、ママ素敵、そう、お母さんね、もうお母さんも私本当にね、もう私のファンの方のことが大好きすぎてそう、ほんまに言わんでいい、言わんでいいのに、ナイナイさんね最近来てないんじゃないいやでもマジでそれ言わんとって、結構地雷やで、それほんまに地雷踏まないで、やめてやめて、私も結構気にしてるからそれとか言ってそう、なんで
そうお母さんがね多分純粋なのかな、純粋ってかわからないんですけど、なんで最近来ないんだろうみたいな、なんで何々さんとか何々さんとか何々さんは最近来ないんだろうとか言うから、多分飽きたと思いますって言ったら、お母さん、あ、ごめんあ、そういうことか、ごめんみたいな、え、全く悪気はなかった、あ、全然とか言って、でもね、新しくね、私のこと好きになってくださった方とかいるからとか言って、確かに本当にそう、まあ、ありがたいよね、本当にそうとか言ってそう、なんかありがとうね60日、そう名前見てますちょっと飽きた、あ、そう飽きたっていうか、なんかちょっとだけ好きじゃなくなっちゃったのかなみたいな感じで言った、そうでもね、あきさん、あきだよ、優しい、フォローありがとうございます。そう、でもお母さんもね、なんか逆にお母さんも気にしてくれてるっていうか、気にしてくれてるんですよ。そう、あきらけありがとうね嬉しい、そう、でも分かんないけどね、もしかしたらって言った、でも私も気にしてるからそれは言わないでじゃあごめん本当にごめんなさい、本当にごめんなさいって言ってお母さん、あ、そう秋田行ったのかな、そうそう、でも本当にね、私はお母さんに言われるのが、今ねそうやってちゃんと応援してくださる方をねちゃんと大事にしてねって言うから、分かってます、当たり前ですよ、ありがとうね60日おめ、当たり前じゃないですかって言って、そう言って、まあ安心してありがとう、安心させてくれてありがとうねそう、なんか X のポストとかツイートしてくださってる方とかはお父さん、その X のポストはお父さんにすごく認知されてる、でそのショールームのコメントはお母さんに認知されてますそうなの、わ、ありがとうね60日おめ、たくさん送ってくれて嬉しい、ありがとう、そうなの、そうお父さんは X の方かな、そうお父さんはエゴサめっちゃしてるらしいでお母さんがねそう奥村家、そうなんですよ、本当にそうなんですよ、6日おめありがとう、そうお母さんは逆に SNS がね使えないというか、なんか下手くそなんですよ使うのが、だからそうだからね、変なボタンとか押しちゃったら怖いから、お母さんは SNS をやらずに、そうお父さんが SNS をこうやって見てくれてる、こっちゃんも聞いてそう、聞いてますよ、聞いてなんか感想とか言ってくれる、めっちゃ面白かったよってめっちゃ面白かったよ、頑張ったねとかめっちゃ言ってくれる、そうなんかね本当にねありがたい、本当にいい意味の本当に親バカなんですよ、そう私はねお母さんお父さん本当に好きやからめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとう60日おめ、 S は聞いてくださいね、私が出るときは聞いていると思うけど、他はもしかしたら分からへん、でもお父さんマリナさんとマッシーさん推しなんですけど、マッシーさんとマリナさんが出てるときは絶対聞いてると思う、お姉ちゃんはねあんまりやと思う、お姉ちゃんもエゴさんの方かな、あんまりショールームはそんな来てない気がする、うん、そうなんですよ、フォローありがとね、
そう、お父さんはマリナさん推しなんです。今週も来週も聞くね。え、なんなんだ、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 誰なんですか。お父さんの友達になれそう。なれますよ、なれるなれるね、ほんまに思う。お姉ちゃんアイドル好きなの。ううん、全然好きじゃないけど、やっぱり妹が一番可愛いって言ってくれてる。ご清聴ありがとうございます。お姉ちゃんはね、そう、あの甥っ子ちゃんの面倒を見るのに、あの必死だからそう、ただ見る時間がないんじゃないかな。そう、自分の時間がもしかしたらないんかも。そうそうそう。でおばあちゃん、おばあちゃんはあの、あの配信、配信の方、おばあちゃんも見てるおばあちゃんも見てます。ガタチューブ視点からご覧になった。うん、見てると思う。そう、文化に懐いてないあこちゃんね。あの子も、おばあちゃんはね、なんか桃花の配信見るのが楽しみらしくて、でも配信の見方がよくわからないらしくて、たまにたまにしか見てないかも。そう、にらみつけてきた甥っ子ね。うん、米国の話できてるかな。あ、フォローありがとうございます。でも本当にね、見てくれてるお母さんとお父さん。だってなんか来るもん、なんかメッセージとか、なんか、いやそれは何々ねみたいな。おもちゃの推し駅は、姫路駅うん、そう、すげえありがとう、ありがとうね。そう、え、何の話しようとした、何の話しようとしたっけ、何やったっけ、何やったっけ。え、そう、名前漢字にしたなんかめっちゃ考えたけどさ、あれ生誕グッズがさ出るからさ、それと被らんようにしようと思ったらさ、もう漢字にするしかないわと思って。いや聞いてますよ、全然見てる。コメント欄、コメント欄ほんまに見てる。お母さん、お母さんが一番見てるコメント欄はあ、そうそう、なんかね、私が例えばなんか、え、これなんていう漢字ですかとか言ったら、あの送ってくる。それ何々、ちょっと恥ずかしいみたい、漢字答えられへんのそうそうそう、読み方とか、読み方とかを間違えて、ねえさんありがとうございますって言ったら、うん、ちょっと例出すけど、それ函館みたいなすいませんとか言ってそう、褒めるしかないですよ。うん、褒めるしかない。そう、お供しました、ありがとう。そう、生誕グッズがあるからさ、でもなんかできれば生誕グッズかサマーバッグ両方ともゲットできるのであれば、ぜひ両方ともゲットしていただきたいなと思うけど、もしどっちかってなるなら、うん、生誕、初生誕やから生誕の方がいいな思う。
ん、楽しみ。みんなゲットしてくれる？生誕グッズ。めっちゃ可愛くするから。今はめっちゃ必死にイラストというか提案して、提案じゃないけどバーって考えてるから、ブンブン言ってる。そう、2つねグッズが発売されるから、そう、どっちかというと生誕 T シャツは買えます。いいんですか？買えますって言うしかない。最高、みんな嬉しい。コンビニでも着ていけます、いけます、全然いける。サマーグッズチェックします。あ、ありがとう。なんかサマーグッズの中にな、なんか風鈴みたい、風鈴、全然違うわ、なんかペンライトみたいなやつあったやん。でめっちゃペンライト可愛いと思ったら、あれよう見たらキーホルダーなんかな。そう、え、めっちゃペンライト可愛いんやけどって思って拡大したら、なんかボールチェーンがついてたから、あれキーホルダーなんかな。あれペンライトやったらめっちゃももかも欲しいなと思ったけど、生誕でなんかしたいけど、うん、いけるいける、よっぽど変じゃなければ。え、全然変じゃない、可愛いから。楽しみにしといて。あ、ペンライト風キーホルダーなんか、えー、そっか、フォローありがとうございます。あ、そっかそっか。あ、そっかそっか、あ、そっかそっか。でもあれ普通のペンライトやったらめっちゃ可愛かったのに。キーホルダーももちろん可愛いけど、ペンライトやったらあれは振りたくなるようなデザインやなって思った。そう、なんかまあでも12センチこれぐらいか。ね、可愛いよな、なんか水色で、ああいうペンライトがいつか出たらいいなって思った。おじちゃんでも普通に着れる、え、着れる、ほんまに全然大丈夫。ペンライト1本で4500円、いいお値段だな。こんばんは、こんばんは。そうですよね、そうやろ、ムチムチのおてて。60日すごい、ありがとう。60日おめ、ありがとうね、嬉しい、ありがとう、たくさん送ってくれてありがとうね。もーちゃんは姫石駅の駅そば、駅そば、何駅そばって、駅そばじゃなくて、まあ楽しみにしててください。自信はあるので。配信買った、おー、すごい、誰が手入れたんやろ。3キロ痩せたら生誕グッズ、5キロ痩せたら両方買います。え、じゃあ頑張って、ダイエット応援してます。どんぶらこ、ありがとうございます。あー、駅そばかな、姫路の駅そばかな。こんばんは、こんばんは。その自信ってやつが怖い。いや、自信あるね。いや、自信がある、私自信があります。いや、本当に馬さん勝ったんでよかった。頑張れ、お馬さん。頑張れ、頑張れ。4期生で一番背が高いメンバー誰？ゆあちゃん？サホかゆあちゃんじゃない？今日はラジオ部イベント行ってきた。え、どうでしたか？どっちの自信やろ？え、多分、え、おふざけなしにいいと思ってる、私は。私はね、なんか、あ、
欲しいってなるデザイン、なんか私のファンじゃなくてもあなんかデザインがいいから欲しいなって。オイラもうま。うまうまほらありがとう。えな駅そばね、さっき駅そばって書いてたからそういうやつもあるんかと思った。楽しかった？えね引き継ぎたいんですけどね引き継げたらよかったんですけどね。ハートありがとう。うん、後日公開なんや。どこで公開されるんやろ。花をさ髪に行くたびに前髪が赤ちゃんみたいになるのは何なんですか？ほんまに勘弁してほしいねんけど。治った、治ってんのいかん。なほんまに早い、ごちゃから1週間早すぎ。病やな。かわいい、ありがとう。うん、聞こう、楽しみ。聞こう。もーちゃんには新潟のラーメンぜひ召し上がってほしい。え絶対食べたい。なんか何だっけ、生姜醤油ラーメン、あれ食べたい。姫路も生姜醤油なんですよ、おでんが。DMM さんね、みーよ。どんな話してたんやろ、最近のもーちゃんの髪型。ほんまにありがとう、教えてやってくれて。もーちゃん他のメンバーより曜日感覚ありそう。確かに早いなとは思う。トンブラこんばん、こんばんは。わサックスありがとう、60日おめでとうございます。そうなんですよ、青島に食べに来て。行く行く、行きますね。ピンクのたい焼きは何味なんだろう。桜みたいな味じゃない、桜餅みたいな知らんけど。サンプラに姫路ラーメン、ずんどや、ずんどや違うか、さすがに。私ずんどやが新潟にできたらもう新潟から出ていかへんずんどや食べたいんです、誰か一緒に行きませんかうん、バイトしてたんや。フォローありがとうね。ちなみに自分サックス、すごっ。文化は一時期ね
あれですよ、リコーダー溶けました。えの寸胴屋っていうラーメン屋さんがね、姫路発祥で、発祥姫路発生、え、なんていうの、第一店舗みたいな。待って、今ももちゃんスタマバッグ注文してきてさ、待って、ゲットしてくださる方いたんですか。え、ほんまに言ってんの、びっくりした。今結構高めな。ありがとう、嬉しい。え、嬉しい。あ、いたんですね。なんかちょっとホッとした。ありがとう、嬉しい。何味な、なんかね、あのね、こってり豚骨かな、なんかこってりみたいな。そうで、なんかね、その背脂が選べるんですよ。あっさりとか、なんか普通とか、こってりとか、まみれとかで、その中でまみれが一番なんか背脂がすごいんですけど、そう、私はまみれが大好き。うん、生姜醤油ラム、ぜひ長岡へ花火行きます。絶対今年行きたい。長岡祭り、長岡大会、何でしたっけ、長岡花火大会、長岡の祭り、何でしたっけ、長岡花火大会でしたっけ、長岡祭り、サンブラズンどうや、え、ガチ、マジガチマジ、え、行く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 、絶対行く、絶対行くねんけど。え、ちょっと待って、え、マジ、え、れ、え、え、え、行きたい、長岡花火大会か。え、絶対行きますよ、私、凪と行こうって約束したから、凪と行くかも。凪に行きたいよねって話したら、行きたい私もって言って、じゃあ行こうって約束した。ありがとう、流れ星。あ、そうなんや、あるんや。そう、ナギと行きます。こんばんは、こんばんは。気をつけて行ってね、なんか人おるんやんな、いっぱい。ぜひいらっしゃい、行きますね、楽しみ。まあ、もしかしたらいけないかもしれないけどね、何か予定が入っちゃって。でも入らなかったら行こうかなって思う。行きたい、超楽しみ。なんか今年の夏はほんまに楽しみがいっぱいあるんですよ。プールも行きたいなって思ってるし、そう、プールも行きたいなって思うし、フォローありがとうございます。牧場ね、わかるね、牧場ほんまにね、牧場、え、有料席、あれあれあれ聞いてない、そんなあれ、まあ、でもかそんなん聞いてないんですけど、あれあれ、チケットでももしかして売り切れちゃってたりしますか。全席、え、ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてる話と違います。え、じゃあもしお仕事が急に入ったりしたら、そのチケットはパーになるってことですか。待った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 、ちょっと話が違うぞ。あれ、もうないの、あれ、じゃあいけないや、いけないや、あ、いけない、売り切れたんですか。あ、お高め、あ、土曜
土曜はね、私ゴチャがあるから土曜じゃない日に行こうかなって思ってたんですけれども、行けない行けないな、うん、行けないや、あらららら、らあれ結構楽しみにしてたんだけどな、あれで結構楽しみにしてたんだけどな、あれ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 、あ、マジか、あ、マジか、マジか、マジか、こんばんこんばんは、あ、マジか、マジか、マジか、でもしチケット取ってもお仕事入ったらなって思っちゃって、そうだってその日あのゴチャもあるし、もしかしたらティフもあるから、そのティフもし見学行けたら行きたいなって思うし、うん、テンション下がった、超テンション下がった、なんかもうテンション下がりすぎてもうダメ、新幹線乗れるかな、え泣いた泣いた、あら、うん、100万人、待ってください、長岡祭りって何時に終わるんですか、じゃあ新幹線、え、何時に終わります、フォローありがとうございます、え、長岡祭りって何時、販売終了ちょっと待って、もうマジで行く予定やったのに、9時10分か、新幹線は多分ガチ合わない気がする、100万人、え、あ、そういうことね、いや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 、もう話が変わってきますって、ねえ、行きたかった、もうこれ行くって言ったねえ、行きたかった、はいはい、うん、最悪、はあ、テロップ変えよう、泣いたへえ、あゆみちゃん、あゆみちゃんとかさ、あおちゃんとかさ、なぎとかさね、アンナとかひろかとか連れてってくれんかな そうだよね、私たちには柏崎がある、柏崎の花火大会があるからさ、新潟住みの同期に
新潟住みの同期に、すいませんすいません、新潟住みの同期、片っ端から声かける。なんか誰か、ゆあちゃんとかならないでしょ、絶対ならないでしょそんなの。あと誰がいたっけ、あでもそれぐらいか、あコマか、コマもか、めっちゃいるな新潟の同期、ゆあちゃん、コマ、あゆみちゃん、あおちゃん、ひろか、あんな、なぎ、ももか。いや、いけないね、いけない、絶対いけない。来年頑張るか、来年頑張るや。あんた姫路、あそっか、あれえ帰りの新幹線10分おきに来る、え東京やん、東京の電車やんそんなん。長岡祖父母の家に見に行ったというメンバーもいました、すごい、それはいいですね。えじゃあ長岡駅、あもうじゃあ長岡駅に着いたらもう人がぎゅうぎゅうで困難ってこと、そういうことかな。祭り林に誘われながら、すごっ、そっかそっか、やばっ、こんばんは、すごっ、三条、あ、燕三条みたいなところか、なるほどね、勉強になります。じゃあ柏崎の花火大会でお会いしましょう、楽しみましょう。確かにそれだけでやばいよね、話だけでもやばいなって思う。花ありがとうございます、花火見よう、すごいね、なんかはい、いっぱいありがとう、ハート、もうちょいよかった来てくる、来ないかな、来ないかも、来たいけどね、来ないかも、諦めるな、諦めるな、諦めるの前は早いもんな、そんなこんで会社からたどり着く、そうよな、会社が近かったら大変そう、お休みいただけないんかな、だってさ花火大会のさ打ち上げ花火ってさ一玉一尺一玉玉一玉一玉って言うんですか、な、なに、一尺、一尺、なに、なに、なにこれ、一
一尺。一玉かな。一玉。玉？尺玉。尺玉？うん。それだけでさ、なんぼやったっけ？100万とかじゃなかったっけ？それは違う？ 10 万？なんかその玉？尺玉？一発だけで、そう、なんか何十万みたいなやつ見たことある。それを見てってなった。そりゃ花火大会の値段高いわ。やば、やっぱ100個するやつあるんや。やばー、そんなそんな高い高い高い。でもそれぐらい価値があるもんな、花火大会って。でも花火大会、でも花火大会ってほんまにいろんな方がいらっしゃいますよね。なんか家族連れの方だとかね、友達同士だったりとか恋人同士だったりとか、なんかいろんな人が来てるっていうか見れる。うん、私本当にね、花火大会といえば沖縄の安室奈美恵さんのなんかファイナルは、なんかファイナルの花火大会、あれもうほんまに行きたかったっていう後悔しかないですね。安室ちゃん、うん、そうなんや。確かにマナー悪い方はね、来てほしくないですよね。60日おめありがとう。まあでも楽しみですね。音符ありがとうございます。スターマイン、何それ、名前がすごい。時があったね。そうよな、かわいい、ありがとう、ハートありがとうございます。そっかー、おいおいしいカップルとかいるか、いるんじゃない、そりゃ花火大会行きたいから付き合いましたみたいなもしかして中にいるかもしれん、そんな方が。一人で行くのは寂しいからみたいな。それかもしかしてこの花火大会で告白する人とかいたりするんじゃない、知らんけど。柏崎の花火もね、超楽しみなんですよ。なんか調べてみたんですよこの前、どんなクリスマスみたいなノイレつきあんか。でも私の友達いましたよ、花火大会一人で行くのが嫌から、なんかまあこの人で行くかみたいな感じの子になんか告白して付き合ってた最低って思いながら私は何も言わずに行ってらっしゃい言った言った。60日おめありがとうございます。柏崎の花火大会は行けたらいいな。花火は一回は見たいな、今年は絶対に。花
ビってどこが有名なんですか？やっぱ新潟なんですか？こんばんこんばんは。他の県で花火が有名な県とかってあるんですかね。それも気になる。隅田川。隅田川？隅田川の花火大会って聞いたことあるな。東京？茨城？秋田？隅田川？隅田川多いな。どこ？隅田川ってどこですか？東京？秋田は上ですよね。東京か。え、いつあるんやろ隅田川の花火大会。東京めっちゃ人多そう。え、ごちゃとかぶってないことを祈っています。でも行ってみたいっていう気もある。かぶってたら行こうかな。浅草の、え、分からへん、どこやろ。うわ、その中に入ってる長岡花火すごすぎる。すごいな。超楽しみ、いろいろ。え、でも行けたらいいな、長岡。新潟住みの同期に。すいません、あ、長岡祭りって行けるチャンスっていうのはないですかね。で聞いてみようかな。ないと思いますって言われたら、そうですよね、来年頑張ってみますね。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、対戦よろしくお願いしますとか言って。おじやし、ゆうはさんのところですか？いつでも僕のお家でできるよ。ほんまに？柏崎も、え、そう、調べたら出てきた。フォローありがとうございます。6日おめありがとうございます。なんかね、調べてみたんですよ、私、柏崎の花火大会。めっちゃ大きかった。ドカーンって花火がなってて、すごいってなった。こんばんは。関西はどこの花火が有名？え、全然知らん。全然知らへん。え、私ほんまに分からへん、関西の花火大会。ほんまに私、花火大会関西で 1,2 回しか見たことない。あ、あれじゃない、何だっけ、神戸、こう、え、何だっけ、なんかね、友達がめっちゃ行ってた。私は友達みんなが行って、なんかそのインスタグラムのストーリーに友達がめっちゃなんか上げてたんですけど、私はそれを動画を見てました、友達の。レインボースターありがとう。友達のストーリーを見ながら、あ、みんな行ってるな、あ、みんな行ってる。って見てた。あ、そう、ポートアイランド、そう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 、ありがとうね、レインボースターいっぱい。ないんですよ、姫路わ、あんまり、あれあったっけ。こんばんは、こんばんは。なんかみんながこうやってわーって行ってて、あれ、みんな、みんな同じ場所行ってんねんけどって、あれ友達やったっけと思ったら、あ、違う子で行ってるんや。へえ、USJ で花火上がってそう。あんまり見たことない。え、見たことないかも、 USJ で花火上がってるのかもしれない。60日おめありがとう。
もかさん置いてかれ、そうなんですよ、もかさん。もかさんね、あんまりね、人と遊ぶのが、遊んでなかったんですよ。お友達があんまりいないもんで。そうなの。あとね、シンプルにね、人が多いところ行けるんですけど、その時は行こうと思わなかった。あ、そうそう、ポートアイランドのとこです。そうそうそう、そこ行ってた。夢の国、そう、違う、そう、ほんまに家好きすぎて、私ほんまずっと家にいるんですよ。なんかね、休日もね、できる。え、もう最近ね、前までアウトドアなんやろうなって思っててん、自分のことが。インドアかもしれない。もうね、永遠にお家にいたい。お家大好き、超好き、お家。そう、インドアかもしれない。もうね、お家の中で特にトイレとベッドが大好きすぎる。トイレとベッドが本当に好きで、ずっとこの行き来してる。そうなんですよ、トイレって落ち着きますよね。トイレ超落ち着く。え、そうなんですか、マリナさん。なんですか。え、めっちゃ意外なんですけど。え、そうなんですか。そう。そうなん。どんぶらくん、ありがとうございます。何これ、え、めっちゃ可愛い。これ指輪じゃない？指輪くれたんですか、ハートの。ありがとう。あれ、なんかアイテム変わってる、可愛い。そう、おトイレ大好きで、めっちゃ落ち着く。もう座ってるだけで落ち着くんですよ、こうやって。ウィーンって言うじゃないですか。ってなってる、一人で。はあ、落ち着くって。はあ、落ち着くなーってなってる。ドンブロックありがとう。で、お手洗いが終わった後は肉。似合う、ありがとう、トイレ。トイレ似合う、ありがとうね。ありがとうございます。で、トイレ終わった後は、ほーって、あの、飛び込みですかっていうレベルで、あのベッドに飛び込んでる、毎日ピョーンって、プールの飛び込みみたいな。お岩マークスセット、ピョーンみたいな感じでベッドに、ほんまに寝そう。あ、寝てくださいよ、全然。ありがとうね、ほら、ありがとう。お岩マークスセット、ピョーンってベッドに飛び込んで、あーとか言って。やっぱここが一番いい。泳げましたっけ。泳げますよ、私。私泳げるんです、こう見えて。習ってましたので、スイミング。ダンブラックありがとう。マリナさん、めっちゃ意外なんですけど、そうなんですね。ハートありがとう。壊れるで。いや、壊れない程度に頑張ってる。そうなの、人をダメにするソファー、これは、これも落ち着く。かわいい、ありがとう。これはご飯食べてる時に、もうご飯こうやって、もうお山座りしながら、こうやって、めっちゃ真っ暗な部屋。知らんかった。え、全然知らんかった。全然知らない。で、部屋を薄暗くして、部屋の隅っこに行って、こうやって、でやってた。こんばんは。そうなの、やってたね。
そう、隅っこ暮らしだったんです。ももかキャンドル焚いてないよ。焚くわけないよ。そんなロマンチックなことしないよ。でもなんかリフレッシュしたいなって最近めっちゃ思う。何しようかな。なんかちょっと今の生活変えたいかも。なんか新しいことに挑戦したいなって思うし、なんか私って何をこれからしていけばいいんだろうと最近めっちゃ考えている。私はこれから先何をしていこうかとか、何をしていけばいいのだろうか、一人で生きていけるのかなとかいっぱい考えちゃう。リングライト消して、でも結構暗いかも。めっちゃね、私暗い部屋が超好きで、真っ暗の中いますよ真っ暗なんです。こんばんは、こんばんは。サウナ、サウナ行ってみたい。サウナ誰か教えてください。じゃ心整える。勉強しない。勉強はやらない勉強以外で、どこか旅、どうそうしようかな。なんか世界旅したいかもなんか私の知らない世界は、私の知らない世界はこんなに広かったのかみたいな、なんかちょっとそう、私の知らない世界を見てみたい。うん、みはるさん、だからあんなに細いんですか。サウナ行ったらもうかも細くなるかなそうなんやうーん、ちょっと考えますね。うん、でもなんか暑いの嫌いなんやな。なんか暑かったらイライラしちゃう。そう、暑かったらイライラしちゃうんですよ。だからなんか一生トイレとかにこもってる方がいいのかもしれない。六人帳ありがとうございます。なんかもう、なんかトイレにこもってた方がいいのかな。なんかね、私なんか狭いところが好きなんですよそう、ダメかも。でも行ってみたいなと思う。でも私あれですよ、プールスイミングした時にサウナあったんですけど、スイミングの終わりに入るサウナはめっちゃ好きでした。なんか違う、押し入れの中とかはちょっとダメかも。ダメ。なんかね、なんやろ、なんか部屋は広いけど、ちょっと、はいはいはい、わかりました。部屋はめっちゃ広いのに、その部屋のなんかめっちゃ隙間に入り込みたいみたいな。だから私めっちゃ思うんですけど、あのベッドあるんですね、私の部屋に私めっちゃ縮こまるんですよ、もうなんかダンゴムシみたいにだから私本当になんか、もうこんなベッドでも私多分やっていける気がする。そうだから私、そう、丸まって寝る、なんか、でも最近寝相悪いな最近ちょっと寝相悪いかもでも最近ほんまにね、私隅っこ暮らし本当にそうなんですよ。隅っこ暮らしやなってめっちゃ思う。ほら、ありがとうそう、めっちゃ住みこ暮らしやなーって思う。そう思う。なんか猫なんかも
そう、そう、なんかね、なんか思う自分でも、なんかイライラしてる時は本当に、もう本当になんかもう人とあんまり、もうあんまり話したくないってなっちゃうんですね。でも一人でいたいんですよ、そういう時は。もうやめて、話しかけないで、やだ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 ってなっちゃうんですけど、でもその5分後とかに、やだ一人寂しいもう本当にわがままなんですよ。もうどうしようもない私って 思います自分で。なんかもうどうしようもないなって思う。もうなんか逆に申し訳ない。そう、めんどいよな。そう、私もわかってるこれが私の、そう、もう私隠さないから、もうみんなは、あ、そう、なんか私はいつでもデレデレですとかもう言わない。もうそんな正直な、正直な、そんな偽らない私は。私は正直に言うんですけど、私は本当にあの人と話したくない時は一人でこうやってってなってるけど、やっぱりあのやっぱ一人嫌だって、あの5分後には絶対なる、数分後には絶対にねえねえってなるそう、そうなんです。もうほんまにね、めんどくさいやろなって思う。だからなんか仲良くしてくれてるサホとかナギとか、え、でもサホとかナギにはそんなしたことない。もういつもなんか逆にサホとかナギには結構思うかは甘えさせていただいているそう、一番年上やのに。でもなんやろ、高校の時とかそうやったかも。高校生の時とかはなんか授業が終わったら5分ぐらい休憩があるやん。5分ぐらい休憩はもうかも、ほんまにシャットダウンして、もう永遠に顔伏せてずっと外見てたんですよ。こうやって一番窓側とか、もうか何回くじ引きしても一番後ろの外側だって、ずっとこうやって外見てたんですよ、こうやって。でも私は昼休みになったらブワーって友達のとこ走って行って、ご飯食べよう、ご飯食べよう、やった休み、やった休みとか言って、そう、こんな感じでバーって走ってた。ハートありがとう。もう猫なんでしょうね。なんか申し訳ない、なんかそんなことは隠してもっと偽りの桃花を見せるべきってみんな思うかもしれないんですけど、隠し事やなので私は全部言いました全部言わせていただきました。そうなの、猫ちゃんみたいです。こんばんは、こんばんはそうなの、すみこはちゃんとして思ってあげようと思って。え、そうなんですよ、猫なんでしょうね。うん、なんかね、一回とその兵庫の親友の子に、ももちゃんはね、その子もめっちゃ甘やかしてくれるんですよ、ももかのこと。ももちゃんは犬なんじゃないみたいな、犬みたいな、いつ犬みたいに思うなみたいな言われるんですけど、絶対違う犬なわけがない。そう、犬みたいな、なんか、うん、犬じゃないもうなんか言ったもん、言われた瞬間に、え、絶対違う、絶対違うと思う。うん、こんばんは、こんばんは、フォローありがとうね。そう、隠しそうなんですよ、隠し事はしたくない。でも私、隠し事はしたくないっていうか、絶対バレるんですよ。なんか言ってることが矛盾してくるんですよ、私っていうか嘘ついてたら。そう、まあ、嘘ついてない時もたまに言ってることが矛盾しちゃうんですけど、そう、私絶対に嘘つけないんですよ、絶対にそのうちバレちゃうからそう、だから嘘をつくのであれば最初からもう言っておこうバレる前に言っておこうじゃないかって思ってう
ばんは。コンプありがとね。猫かウサギ。え、ウサギも絶対違う。え、ウサギってどんな性格なんですか？こんばんは、こんばんは。え、ウサギってどんなんなんやろ？気になる。でも絶対違うと思う。うん。あ、ウサギ気分やさ。あ、ウサギです。ウサギ、ウサギ、ウサギだ。ウサギです。寂しがりや。ウサギだ。え、ハムスター。ごめんなさい。ハムスター本当にダメなんです、私。ごめんなさい。本当にごめんなさい。好きな方いたら。ごめんね。小動物がね、本当に私、なんか、なんか小さな命って感じで、なんか、素晴らしいことなんですけど、なんか、小さいものがなんか動いてたらちょっとね、あの鳥肌が立っちゃうんです。なんかあと鼻血が出ちゃう。なんかね、私一回友達の家にね、ハムスターがいまして、ハムスター触って鼻血が出ちゃって、そうタラタラって出ちゃった鼻血が。だからハムスターアレルギーなのかもしれない。トムロコありがとうございます。あと意識が強い。え、そう、鼻血が。うさぎ寂しがりや。ああ、うさぎなのかもね。じゃあ、うさぎと猫ちゃん。じゃあ、うさ猫ちゃんなのかも。どういう原理？興奮してるとかじゃないと思う。なんか、触ってみたいと思って、触って。で、ありがとうって戻すやん。6年長め、あ、作法ありがとう。そう、なんかね、そう触ったらなんかね、ありがとうって返して、その箱にゲージみたいな。じゃあなんかその5分後ぐらいになんかずっと鼻がムズムズしてて、でなんでこんな鼻ムズムズしてるんやろと思って、さっきもねこんななかったのに。で私はあの痒すぎるからティッシュを鼻の中にブスって突っ込んだんですよ。でホジ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 ってして、あー痒かったって言ったら鼻血が出てて、あ、ハムスターアレルギーだーってなった。60日目ありがとうございます。そうだから私ハムスターアレルギーなのかも。でもあんま聞いたことないよな、そんな。でもね、私この間48グループのさんの中であのハムスターアレルギーの子が一人見つかりました。あれ？と思って。誰だったっけ？ NNB さんやった気がする。そう、待って、初めて出会ったわと思って。え、誰やったっけ？フォローありがとう。そう、見つけたんですよ前に。え、誰やったっけ、忘れてもうた。でも9期生さんとかやった気がする。8、9期生さんあたりやった気がする。え、気のせいかな、なんか気のせいかも、全然気のせいかも、夢かも。最近めっちゃ夢見るから、変な夢見る最近。なんかね、可愛いと思うんですよ、本当に可愛いなって思うんですけど、なんかちょっとね、本当にごめんね。多分絶対ハムスター好きな方が絶対この中にいるんですよ。いるよね。でも本当にごめんね。聞きたくなかったらね、ごめん、閉じていただきたいんですけど、なんかハムスターの小屋あるじゃないですか、こういう。小屋もダメなんですよ。なんか本当にもう小屋からしもうダメなんですよ。なんかってなるってなる。だからね、あの動物の待って、動物の森。そう、不思議。そう、私可愛いなってめっちゃ思うのに、なんかね、動物と、だってまあめっちゃ肌詰まる。ちょっと待ってほしい。
動物の森になんかハムスターのなんか家具みたいなのがあるんですよ。もう私ダメだってなる。そのハムスターの小屋見ただけで、あ、ダメだごめんねってなる。でもハムスターには罪がないからね。そう、本当に申し訳ない気持ちになるんですけど、そう、ごめんなさいってなる、マジで。うん、ゲームの中とかそういうとっとこハム太郎とかめっちゃ好きなんですよこの前ガチャガチャしたぐらいなので、とっとこハム太郎はねめっちゃ好きなんですけど、なんかダメなの、でもダメなの。ハム太郎はいけるんですよ。あーでもちょっとダメかも。なんかキャラクターは大好きなんですけど、その小屋が本当にダメで、なんかあの藁が引いてて、なんかこんな回るやつとかが置いてたらなんかダメだってなる。うん、本当罪ないよね。本当申し訳ない、ごめんなさい。生きてるだけやのに本当罪ないよね。罪ないんですよ。かわいい。あ、でも本当になんか今サブウェイボタンあったサブウェイボタンあった。あ、そういうことなんかな。前世もしかしてハムスターやったんかもしれんな、こんなに無理なんやったら。そうだからね、聞いて思い出した、聞いてほしい。悔やまれ、そうダメなんよ。なんなんやろな、ダメ、本当に罪ないのにハムスターには。なんかね今日夢でね、あ、でもこれ言わん方がいいかな。こんばんは。夢でハムスターが逃亡した夢見て私がハムスターが逃亡、ハムスターが動物園で逃亡した夢を見て、なんかニュースになってた夢見たえとか言ってたのか。フォローしました、ありがとうございます。これは家にずっといないとダメなやつじゃんみたいな夢見ましたね。いやでも本当に罪ないからな、ハムちゃんには。そう、なんか克服したいなとは思うんですけどね、ハムスターよくなんかねえごめんじゃないよね。そう、私こそごめんなんですけど、本当になんかもうごめんなさい、ちょっと大丈夫です。でもワンちゃんは大好き、子犬とか猫とかも好き。でも私馬が大好き、もう大きい動物大好き、もうキリンとかゾウさんも大好き。でも小動物が苦手なんです。でもカワウソとかはいけるんですよね。カワウソとかアライグマとかのこういう大きさになってきたら大丈夫なんですけど、ここら辺がほんと森本もダメなんですよ。ここら辺、この辺りが本当にダメで、リスもダメで、アルパカ行けます。ここら辺から行けるんですけど、行けます。そこはこの辺り、この種類なんて言うんですか、ここのハリネズミも行けます。ここなので、ここがダメなんです。そう、でもチンチラとかはごめんなさい。リスもねダメなの。あ、ごめんなさい、ウサちゃんもあんまりでした。こんなんやけどウサちゃんもダメでした。うん、だからな、もうほんまに前世で何かあったんかもってめっちゃ思う。だってこんな苦手なはずないもん。あ、でも私一回あれ、あの触れ合い教室でモルモットに手乗せて
こんなやつを手のひらにポンってポン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 、もうあれからもかもほんまに最悪って思った。もうダメだこれその時はまだ生きてたんですよ、手に乗せるぐらいは。じゃあポン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 、うわうわこいつこいつめ、MC いけますよ、そう運がついてるなって思いました。ポン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 って、うわこいつめ、すいませんちょっと拭いてもらっていいですかとか小学生、もし大丈夫やね、うん全然大丈夫、いけますいけます。あでも害虫無理だね、蜂無理、蜂とムカデとかケムシとか無理。でもうん、ハムスターくらいの大きさの猫全然大丈夫、いけます、かわいい。ヘビもいけるんですよ、カブトムシもいけますよ、いけますいけます。種類の、確かにそうかも、思う、種類の問題かもほんまに。ナマコ、ナマコ害がなければ触れる、海のやつか触れますね。こんばんこんばんは、こんばんは。昆虫類、いけるかも。ああ待ってどうやろう、どうなの、触りたできることならあんまり会いたくない桃ちゃんって知れば知るほど不思議、そうやろ、不思議ちゃんやんな思う自分でも不思議やなって。何いける、何やろ、ナメクジ NG、 無理だね、4期生で泣いたメンバーはどういうこと、どういう質問、カエル、カエルいけるかも、ネズミもうマジで無理、ほんまに無理、もうネズミほんまに無理、もうほんまにすいません、もうほんまに申し訳ない、もうほんまに申し訳ないな、もうお化けレベルで無理、ドラちゃんなのかも。箱の中身は何だろうな、挑戦できる、挑戦はできるけど多分私本当に中身次第で多分本当にちょっと人生を一旦お休みするかもしれない、箱の中身次第でチートで叩けない、叩けない、逃します。ナメクジはダメでもカタツムリは大丈夫、No、そうマックロクロスケ OK よ、フォローありがとう、トラウマ、そう絶対トラウマになる、全然挑戦はするよ、もちろん挑戦はするんですけど、その本当に中身次第、もう中身がそのハムスターさんまとか、すいませんねちょっと申し訳ない、こんなに悪口を言ってしまって申し訳ないので、様って言わせてもらうんですけど、ハムスター様とかネズミ様とかが入ってたら本当に私は一旦お休みをいただくかもしれない、もう本当に、本当に無理、本当に無理だ、ごめんなさい、本当に悪くない、ごめんなさい、こんな反応して、本当にごめんなさい、こんな反応したくなかった、だって申し訳ない、もうかわいそうやもん、そんなだって自分、桃子がさ、もしじゃあめっちゃ巨大人に桃子見た瞬間にうわーとか言われたらもう本当かわいそうやし、もう本当にかわい、そんな反応はしたくないんですけど、寒気しちゃう、本当に
本当にダメなの。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ハムスター好きな方も本当にごめんなさい、申し訳ない、本当に申し訳ない、本当に申し訳ないって思っている。中身が変えても全然 OK、 もう全然大丈夫、うん、かかってきてほしい。はい、ごめんね、そう、申し訳ない、本当に申し訳ない。ハムスター好きな方とかもう本当にごめんなさい、もしかしたら嫌いになっちゃった方もいるかもしれないんですけど、本当に分かってほしい。本当に苦手なんです、本当に苦手なの私、本当に本当に怖い、なんか怖い、なんかうわっていうか怖いです、なんかね、そう本当に無理なの。うん、苦手なんです、本当に苦手、多分一生慣れない気がする。サンバくんちゃん、ありがとう、チェックしてくれてありがとうね、そう仕方ない、ありがとう。うん、寒気しちゃう、ゾッてしちゃう、大丈夫、ありがとう、優しい、みんなありがとう、ほんまに悩んでるぐらいの、悩んでるぐらいなので、うん、だってかわいそうやもん、罪ないからさ、罪ないから、申し訳ないけど許してね。うん、無理じゃないよ、優しい、ありがとう、こんばんは、こんばんは、自分も知らない、うんね、なんかね、やっぱ苦手とか得意の得意はありますよね、そう彼らもね、そうそうなんですよ、こうやって嫌われるために生きてないからさ、申し訳なくなる、こんなにギャー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 言って。え、犬猫苦手、あそうなんや、あでもね結構いますよ、なんか犬がもう本当に無理っていう子が、私逆に犬行けるから、なんか犬来た瞬間にうわーって なる子とかがいるから、あやっぱなんか人のなんか好き嫌いって本当にねすごいなって思う、なんか人間やなってえだってさ、これもさ、なんかまたなんかまたこんな話しとうと思われ、呆れられるかもしれへんねんけど、ありがとう音符、だって同じ人間なのにさ、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いって分かれてるってなんかすごくない？音符ありがとう、ハートありがとう、だからすごいなと思う、なんか生きてるなって思いますね、ハートありがとう、ね、なんか理由がある、でも私は特に理由がないんですよ、こういうトラウマがあるから苦手っていうのはなくて、なんなんやろ、こちゃ頑張りこちゃ頑張り、ありがとうコメントマジでちょっとじわった今、こちゃ頑張り、伸ばし棒ありがとう、頑張るわな、頑張り、ありがとう、どれもありがとう、そうなんですよね、まあでもいつか慣れたらいいなと思うけど多分慣れないだろうな、あそうそうそう、オンラインお話し会の話なんですけどさ、えほんまに何の服着よっかなってめっちゃ迷ってるんやけど、何の服がいいですか、何着てほしい、普通の私服、それかちょっとだけ危ういっていうか、夏らしい可愛らしい服いいね、ピョン吉、あいいんですか、逆にそんなラフな格好でいいんですか、なんかバチバチに決めなくていいんですかほんまに、そんなんでいいえなんかあるじゃないですか、
そういう握手会でいっぱい種類選ぶときにさ、何部はちょっと大人め、何部はちょっと子供っぽいみたいな。そう、そう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 。なんか私って本当に今までもうなんか全然肌とか露出したことないからさ、そう。逆にピョン吉のラフなやつでいっか。いっか、それでいっか。よし。そう、あ、そうそうそう。なるほどね。優しい、みんな。え、みんな優しすぎる。びっくり。あ、じゃあ私は普通の普段着で行かせていただきます。ありがとうね。そう、なんかもしかしたらそういうなんていうんですか、普段とは見ないももかみたいな感じの服を着るべきなのかな。初めてやから全然分からなくて、そういう 着た方がいいのかなって思ってたんですよね、実は。よかった、そうやってやってくれて。じゃあ自分なりに考えた普段着にさせていただきます。楽しみにしててください。いや全然言ってほしくなかった。あのチャイナとかだとね、お腹とかね出ちゃうから。そう、うん、むしろありがたいです、そうやってみんなが言ってくれて。ありがとう、ほんま。確かに。なるほどね、オッケー。じゃあ普段着でやりますね。でまた握手会とか オフラインお話し会があったら、コスプレとかそういうのにしてみます。初めてのオンラインはじゃあいつもと変わらず、変わらないオンカで話しましょう。待って、楽しみ、超楽しみ。え、むしろありがたい、そうやってみんな言ってくれて、優しい。確かに、いつかね、いただけたら。いただけたらいいね。あ、そうや、40分になったら男女読もうかな。今日は早めに終わります。ありがとね、60日おめなので。40分になったら壇上に乗ってる方はコメント書きに行ってください。ありがとね、サックス。なんで早く終わるかっていうと、ちょっと眠たいから。ちょいと眠たいからです。ププ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 プ、誰もありがとう。そう、寝ます。まだお風呂にも入っていないので12時までにお風呂入りたい。何それ、めっちゃ詳しいやん。逆にももかそんなブランド知らんもん。ありがとう。でもすぐね、うん、そうなんですよね。そう、多分ね、お風呂に入った目がパキーってなる。普段本当にそうだから。いや、あくび出る。ポポポポ、え、うさぎオンラインストアさんがセール、え、マジで、
なんだって。よし、絶対にチェックします。んー、すごい、みんなすごいね、そうやってチェックしてて、すごいと思う。よし、壇上読みします。13位、まさふみさん、ありがとうございます。え、ノーノー、なんで手書きなんこの特賞待って、ももちゃん60日配信おめでとう、ありがとう。これからも一緒で毎日配信頑張って、またももちゃんの会楽しみしてる、ね、すごい。え、これ前のやつか、あ、そう、前のやつか、これ。ありがとうね、まさふみさん、ありがとう、今日も来てくれて、いつもありがとうね、ありがとう、これからもよろしくね、イエーイ、ありがとう。あれ、変わっちゃった、待って。13位みやぱんさんって書いて、みやぱんさん、ありがとうございます、ありがとう、また来てね。11位、ちっちーさん、ありがとうございます、ありがとう、ちっちー。10位、よこぽんさん、ありがとうございます。毎日配信60日おめでとう、ありがとう。ごちゃでトップ目指しますね、本当にラジオ楽しみしてました、ありがとう、頑張ります。次の明日か、明日頑張ります、トップ頑張るぞ、ありがとうございます、ヤコパンさん。9位、流星さん、ありがとうございます、ありがとう流星さん。8位、キョロちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、タイプリ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうね。7位、グリンティーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、七雪さん、ありがとうございます。いつか長岡花火見に来て、行きます。三尺玉フェニックス感動するよ、素敵な夏になるといいね。うん、素敵な夏にしましょうね、ありがとう、今日も来てくれて、七雪さん、ありがとうね。5位、のりさん、ありがとうございます。今日のどんぶらこどうした、元気なの、疲れてるのかな、元気出して楽しく行こうぜ。全然いつも通りですよ、ありがとうございます、ご心配ありがとうございます、ありがとうね、のりさん、今日も来てくれて4位、ビッグさん、ありがとうございます、ありがとうビッグさん、ありがとうございます。続いて第3位、拓蔵さん、ありがとうございます。ご両親に認知されたい拓蔵と申します。絶対もう覚えてると思う、ももちゃんのお母さんも私の娘さんが何があってもファン一同が守ります、どうぞご安心ください。ありがとう拓蔵さん、そうやって言ってくれて、もうね、ここにいる、ここの今配信にいる皆さんのことはお母さんお父さん覚えてると思うのでいつもみんなありがとうございます、本当に。2位、川もFさん、ありがとうございます。ももちゃんこんばんは、こんばんは。大気プリンセス暫定1位おめでとう、ありがとう。花火を見ているももちゃんの浴衣姿ととても似合うだろうなと思う、え、ありがとう。ちなみに千葉の桜市でも花火大会ありますよ。千葉ね、行きたい、私千葉あふんふんふんイランドしか行ったことないから、また行きたいなと思ってる、ありがとう教えてくれてね。そう、柏崎の花火大会楽しみですね、本当今から楽しみましょうね、ありがとうございます。1位、みーさん、明日はもうごちゃですね、自己紹介からテンション上げていきましょう。いや、ほんまにそうなんですよ、いつもカミカミなんでね、明日こそ頑張ります。あ、そう、最後にもう一度言わせていただきたい、あの今日からサマーバッグっていうものが発売されてて、なんか値段が一個一なんか一つずつ値段が違っていくんですけど、なんかグレードアップするたびにいいグッズになっていってるので、よかったらチェックしてください。ちょっとね、値段でえっごくりってなるとは思うんですけど、その中から抽選でサマー特別公演みたいなあの公演にも抽選で当たるかもしれないので、もしよければチェックしてくださると嬉しいです。まあでもちょんまげしてます、顔が大きいのにちょんまげしたりしてます浴衣も着たりしてるので、よければチェックよろしくお願いします。ではさよなら、ありがとうございました。あ、そう、サマーセットリスト公演、そうです、ありがとう教えてくれて、確かありがとう、よかったらゲットしてね。じゃあ皆さんありがとうございました、おやすみなさい、バイバーイ。